次の春、私たちは卒業する。角を曲がって、アオンには旅館は継がせません。ポッテ、カメラは？またちょっと調子が悪くて。あれ、またこの感じ、みんなが遠くなってく。大丈夫？あ、ごめん。ポッテ、いつも通りだよね。なんか引っかかる。あの時の約束？差し伸べてくれる手があるのなら素直に甘えたらいいと思うがな。私決めた。みんなにも聞いてほしいの。私、その気持ちに気づかないようにしてたんだ。こないだ撮った写真ね、真っ白だったの。これから3年目の竹あかりはゆらゆら揺れてぼんやりしていた。玉ゆら卒業写真第3部、憧れ。